マジで誰がいる？グラウンドキーパー以外に。では始めましょう。ああ、これは申し訳ない。皆さんお待たせして。いいんですよ。では皆さん、どんな方法で進行していくかは皆さんの自由です。まず議論してから投票する。それもいいでしょう。あるいは、いきなり投票しても構いません。さて、どうしましょう。慣例ではまず予備投票するんじゃないかね。そうだ、まずケツを取ろう。わかりました。すぐ帰れるかも。ただし皆さん、これが第一級殺人だということをお忘れなく。有罪に決まればあの少年は死刑です。それはみんな分かっていいですか。ああ、みんなの判断を知りたい。採決したくない人。いずれにせよ、12対0でない限り評決には達しません。よろしいですか。ああ、うん、有罪の方、挙手願います。11人。では無罪だと思う方。1人。11対1です。これではっきりした。ゴミにまみれて遊んだからまだ匂いが染みついてるだろうよ。そんな卑屈になることないだろ。この人はあなたのことを言ってるわけじゃないんですよ。いや許せない。おい、どうしてピリピリすることないだろ。怒る気持ちもわかりますよ。まあまあまあ、皆さん仲間割れはやめましょう。時間の無駄ですから。ではあなたの番ですよ。どうぞ。私も意見を言うんですか。他の皆さんが私を説得するんだと思ってたんですがね。そうだ、忘れてました。別にいいだろう。みんなを巻き込んだんだ。言い分を聞こうぜ。ああ、そうだ。嫌だった。一度こうしようと決めたら決めた通りにやりましょうよ。子供扱いはやめてくれ。どういう意味ですか。言った通りだ。私が仕切ってるのが気に入らないかな。そうか、じゃあ変わります。さあ座って。あなたが陪審長だ。私は黙って。おいおい、なんでそう無気になる。少し落ち着けよ。私は落ち着いてますよ。さあ変わりましょう。スムーズに進行してみてください。楽勝でしょ。ほら陪審長、お手並みを拝見しましょう。前代未聞だ。バカにするのか。相手にするのはもうくだらない。くだらない？じゃああんたがやるか。違うよ。あなたが立派にやってる。私は一生懸命やってるんだよ。分かった陪審長さん、あんたはよくやってる。続投してくれ、頼む。そうだ、ぐだ言うのはやめて。誰でもいいから次の意見を聞こう。それじゃあ私のこの裁判についての感想をお聞きになりたければ喜んでお話しします。ああ、もう好きにしてください。ああ、また怒ってる。強力な証拠じゃないですか。そうです。では一つずつ事実を確認しましょう。凶器とナイフを。はい。それでは有罪、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 無罪。有罪。いやー、よく降るな。なんか思い出すな、あの3年前の決勝戦。ん？大熱戦。スコアはタイ。21対21で譲らない。うちにはイエルダーっていう新人がいました。すごい子だ。静かで礼儀正しい。痩せっぽち。でもなぜかみんなをビビらせる。誰もかなわない。私フットボールのコーチなんです。ああ。そのうちスカウトたちがうろつき始め、レフェリーたちは彼のプレー見たさにうちの試合をやりたがった。大人気だ。それで私は彼を中心にチームを編成した。もちろん無謀だったが。あいつが好きだった。ハーフタイムの後出てくると土砂降りでした。第4クォーターには泥沼状態。俊足のイエルダーは足場が悪くて思うように動けず、結局敵のでっかいフルバックに力ずくで潰されて負けました。それより忘れられないのは試合の後のあいつです。
ユニフォームのままベンチに座って宙を見つめてた。じっと。胸が張り裂けました。精神科医の役立たずぶりについては後でゆっくり聞こう。あの精神科医は被告の少年が殺人を犯しやすい傾向にあったと指摘しました。殺人を犯す可能性があったと。それからインクのシミなどを使った心理テストではまさに殺人者タイプだったんです。違います？それからもう一つ、被害妄想の傾向があると言ってた。そうだ。だからお忘れなく。いいですか、あの少年の頭の中には常に殺人のことがあったわけです。潜在意識にね。陪審長、投票をお願いします。さて皆さん、再投票の要求です。簡単に挙手でやります。反対の方、無罪だと思う方挙手願います。1 2 3 4 5 6。有罪だと思う方挙手を。1 2 3。9対3で無罪が優勢です。